俺の名前は青田健吾。関東でも有数のヤクザ組織、青田組の会長だ。若い頃は随分と鳴らしたものだが、65歳となった今、おとなしくなったと自分でも思っている。そんな俺は、妻を早くに亡くし今は一人者だ。寂しいと思うこともあるが、それなりに楽しく生きている。さて、そんな俺にもガキの頃はあったわけで、今日は高校の頃の同窓会だ。だいぶ同窓生もなくなり、寂しい同窓会になることが予想されるため、パートナー同伴ということになっている。俺はもちろん一人で出席だが、ほとんどがパートナーがいる。これはこれで賑やかなものだ。各自がテーブルにつき、目の前に並べられた料理をつまんでいき、テーブルに置かれたビールを継ぎ合っていた。すると、俺をじっと見ている視線に気がついた。俺が視線の先に目を向けると、そこには年齢の割に綺麗な女性がいた。おや、彼女は同級生か。いや、あんな美人はいなかったはず。そう思っていると、彼女が俺に笑顔を向け、会釈してきた。俺もそれに応じて会釈したが、誰なのか未だに思い出せずにいた。しばらくすると、彼女が見覚えのある男を連れてやってきた。男は木村康夫だった。木村というのは、ガキの頃からどうしてか、やたらと意気がっていた。もちろん不良グループに所属し、暴走族グループにも入っていた。だが何年グループにいても、幹部になることもなければ、リーダーになることもなかったはずだ。その木村がまさか、こんな美人を連れていることに驚いた。よう、青田。木村は親しげそうに声をかけてきた。よう、木村。久しぶりだな。なんだよ。お前はパートナーがいねえのかよ。ああ。俺の女房は早くに亡くなっちまったからな。そういうことか。そいつは寂しいな。ああ、確かに寂しいが、しょうがねえや。俺はよ、こんな美人と結婚できたのさ。この年になってもこんなに綺麗な女は、この会場を探してもどこにもいねえだろう。そうだな。確かに美人だな。ふふ、俺の自慢なんだよ。木村は嬉しそうにそう言って笑ってみせた。すると嫁が木村の脇腹をつついた。ああ、そうか。嫁がお前を紹介しろって言うんだよ。おお、俺を。そういえば、さっきも目が合いましたよね。はい、青田さんと聞きまして、もし青田組の会長さんではないかと。ああ、まあ、その通りです。やっぱり、私は田中組組長の娘です。いつもお世話になっております。ああ、田中の組長さんですか。こちらこそお世話になってます。実のところ、田中組はそこまで大きな組織ではない。だが、田中の組長とは通じるところがあり、俺の息子の組長も田中組長とはうまいことやっているらしい。父から会長さんのお話はよく伺っておりまして、とても強くて常識も礼儀も兼ね備えた立派な方だと。それは褒めすぎですよ。木村の嫁が俺を褒めそやし、俺はなんだか照れくさくて、こいつは困ったと思っていると、その横で木村が面白くなさそうな顔をしていた。なんだよ、お前は青田の会長になったのかよ。だが結局のところ、隠居ってことだろう。まあ、そうだな。隠居ってことは、ヤクザも引退ってことか。ああ、さすがに65歳になってまで、ヤクザもやってはいられないからな。木村はどうなんだ？お前はまだ現役なのか？当然だろうがよ。ヤクザに定年はねえからな。まあ、確かにその通りだな。じゃあ、田中の組長の後目は、お前が継ぐのか？そりゃあそうだろうな。いえ、それはないです。なんと、嫁がぴしゃりと言ってのけた。普通に考えれば、娘婿なのだから、後目を継ぐはずだが、違うと言い切ったのだ。おい。失礼しました。田中組にはちゃんと若頭がおりますので、彼が立派に後目を継いでくれるはずです。あ、そういうことですか。ちょっと失礼します。あなた、化粧室に行ってきますね。
おう。彼女はまずいことを言ったと思っているのか、化粧室へと行ってしまった。こうなると木村と二人だが、話すことがない。何せ俺は木村との関わりがほとんどなかったのだから。そのため共通の話題もなければ、昔を懐かしむような思い出もないのだ。俺は話題を嫁へと集中させた。本当に綺麗な奥さんじゃないか。元気そうだし、これから先は二人で旅行なんかするのか。いや、俺は現役だからな。旅行なんかしてる暇はねえや。お前は悠々自適なんだろうけどな。まあ、悠々自適というわけでもないが、暇ならたくさんあるな。結構なゴミ分だな。またしても面白くないという表情だ。お前よ、俺の嫁にちょっかい出そうとか思ってねえか。突然とんでもないことを言い出した。俺は木村の顔を見たが、どうやら冗談で言っているわけでもなさそうだ。何言ってるんだよ。俺は本気で聞いてるんだよ。さっきも嫁と視線を絡ませていたじゃねえか。絡ませてなんかいねえや。目が合っただけのことだ。あれは美人だからな。見たくなるのもわかるが、俺の嫁だからな。そんなことはよくわかってるさ。わかってる割に、さっきも楽しそうに話してたじゃねえか。世間話だろうがよ。組長の娘なんだ。立派に挨拶してくれただけのことだろう。どうだかな。下心があって、俺の嫁と話してたんじゃねえのか。お前そんなこと考えてたのかよ。そんなことばかり言ってて疲れねえか。疲れねえよ。いいか、てめえには高嶺の花なんだからな。だから取ろうなんて思っちゃいねえよ。てめえみてえな下っ端が嫁にできるような女じゃねえんだからな。お前さっきの話を聞いてなかったのかよ。俺は青田の会長だって言っただろうが、どこをどう聞いたら下っ端になるんだよ。うるせえや。俺はガキの頃からてめえが嫌いだったんだよ。それなのにてめえは会長だと。ふざけるなよ。そんなの認められるかよ。俺は今でも現役なのに、てめえは悠々自適だと。なんでそうなるんだよ。そんなの知らねえよ。俺だって頑張ってきたんだからよ。お前のどこが頑張ってきたんだよ。お前なんかは青田の組長の息子だったじゃねえか。だから必然的に組長になったんだろうがよ。俺は努力しても努力しても、どんなに頑張っても幹部になれねえのに。その年でまだ幹部になってないのか。お前未だに下っ端ってことかよ。うるせえや。下っ端のてめえに言われたくねえや。だから俺は下っ端じゃねえって笑わすのも大概にしろよな。てめえが下っ端だからって、俺まで下っ端呼ばわりしてんじゃねえぞ。俺は別に、幹部になんかなりたいわけじゃねえんだよ。さっきやたらと悔しがってたじゃねえか。言ってることがめちゃくちゃだぞ。大丈夫か？うるせえや。俺の嫁は組長の娘なんだ。末端坂のお前とは大違いなんだ。お前、喋れば喋るほど悔しさが滲み出して、哀れだぞ。もうどうあがいてもその年じゃ幹部になんかなれねえんだ。諦めて若い奴を指導する立場になったらどうなんだ。その方が楽だぞ。うるせえや。てめえにそんなことを言われる筋合いはねえんだよ。そうかよ。お前のために言ってやったのに、それすらも聞き入れることができねえのかよ。本当に哀れな奴だな。お前の嫁は、それでもお前と夫婦でいてくれるんだ。できた女だぜ。ああ、俺の自慢だからな。お前なんかじゃどうやっても手に入れることができねえような女だ。羨ましいだろ。ああ、羨ましいね。だからこそお前と一緒にいる彼女がかわいそうだと思うね。彼女ならもっといい男と結婚できたんだろうにな。見る目がなかったのかね。田中の組長もきっと歯がゆいだろうよ。何が歯がゆいだよ。あいつは俺だからいいんだよ。他の男じゃあいつにはもったいねえのさ。すごい自信だな。どこから湧いてくるんだ。俺はな、別に幹部になんかなりてえわけじゃねえんだよ。俺は一生現役を貫き通すんだ。そういう俺の生き方にあいつは惚れ込んでるのさ。
俺を羨んでいることは歴然だというのに、なんともプライドの高い男だ。そうかい。言ってることはめちゃくちゃだが、お前がそれでいいならいいんじゃねえのか。俺は他人がどんな生き方をしようと気にするつもりもねえしな。そうだろうな。何せてめえはその年で一人だもんな。寂しい老後ってことだろ。哀れだよな。ああ、そうだな。実際嫁がいないっていうのは寂しいもんさ。そんなに寂しいなら再婚したらいいじゃねえか。まあ、どんなに頑張っても、俺の嫁みてえないい女には出会えねえだろうけどな。どうやらこいつのプライドは嫁で保たれているらしい。これで嫁がいなかったら、こいつには何もないということだ。俺はよ、あれを物にするのにかなり努力したんだ。そこいらの男じゃ、到底あれを物にすることなんてできねえだろうな。そうかい。俺はもうどうでもよくなっていた。こんなくだらない話をするくらいなら帰りたいほどだ。しかも他の同級生から話しかけられても、こいつは俺を話そうとはしないのだから。それどころか、さっきから話しかけてくる奴がいると睨みつけている。どうしてそこまで俺に執着するのか全くわからない。早く彼女が戻ってきてくれないかな。嫁がいないと他の奴と話もできないとか、どうしようもない奴だ。まあ、これだけ睨みつけてたら、誰も話そうとは思わねえか。おい、俺が話しかけてるのに、てめえはまるで聞いてねえじゃねえか。え、話しかけてたのか。すまん、別のことを考えてた。何？俺の嫁のことでも考えてたのかよ。え、そうなんだろ。俺の嫁のことを考えてたんだな。なんて野郎だ。そんなこと考えちゃいねえよ。全く違うことを考えてたんだよ。そんなわけねえや。働いてもいねえてめえが、まともに考えることなんてあるはずねえんだからな。おいおい、俺だって考えることくらいあるさ。そんなにバカにしたもんじゃねえや。みえや、てめえが考えるのは女のことくらいだろうよ。昔からそうだったじゃねえか。俺が先に付き合っていた女でも、てめえはいつでもかっさらって言ったんだ。そんなことあったか？ああ、あったよ。てめえはそういうやつなんだ。俺は首をひねってしまった。ガキの頃はほとんど絡みがないのだから、こいつが誰と付き合っていたかなんて知らないのだ。それなのに、俺がかっさらったという。だが考えてみれば、付き合ってみたら木村の女だったというのがいたのも事実。それはかっさらったことにはならないはずだ。あのな、そんなガキの頃のことを言われても困るんだよ。俺はお前の女を横取りしたことはないし、付き合ってからお前と付き合ったことがあるって言われたくらいだぞ。それ以外でお前の元カノだった女なんて知らねえよ。やっぱりてめえが横取りしたんだな。なんでそうなるんだよ。お前もしかして地方症が入ってねえか。それとも古代妄想か。そんなんじゃねえや。そうやって俺のことをバカにしやがるんだ、てめえはよ。バカにしてるんじゃなくて、心配してやってるんだろう。お互い65歳なんだ。自分じゃ頭がはっきりしてると思っても、案外故障箇所が出てきてるもんじゃねえか。俺は現役なんだ。故障箇所なんてあるかよ。そうかよ。まったく話にならねえな。もういい加減テーブルに戻れよ。なんだと？俺がテーブルに戻ってる間に、俺の嫁を横取りする気だな。そんなことするかよ。バカも休み休み言えよ。誰がバカだとふざけやがって。てめえ許せねえ。木村はそう言うと、俺の顔面に拳をぶつけてきた。不意打ちすぎた拳を避けることもできず、俺はもろそいつを食らい倒れてしまった。すると木村は、俺の上に馬乗りになり、さらに顔面を殴りつけてきた。まさかこの年で馬乗りになられて殴られるなんて想像もしていなかっただけに俺は驚いた。周りの同級生たちも驚き悲鳴を上げている。これではせっかくの同窓会が台無しだ。やめろ木村。うるせえ。俺はてめえだけは許せねえんだ。さらに殴りつけてきたその時、木村の嫁が戻ってきて悲鳴を上げた。何してるのよ、やめて。やめてと叫んだ嫁は、木村を俺の上からどけようと必死に洋服を引っ張っていた。
やっと俺からどいた時には鼻血が出ていたが、俺はテーブルに置かれていたナプキンでそれを拭いた。木村の嫁は慌ててホールスタッフにタオルを持ってこさせ、俺に渡してくれたが、鼻血はなかなか止まらなかった。彼女はガクガクと震えながら涙を流し、俺に謝ってくれた。すいません。うちの人がとんでもないことをして、本当に申し訳ありません。なんで謝ってるんだよ。俺が悪いわけじゃねえだろうが。だいたい、お前の旦那は俺なのに、あいつが鼻血を出したからって、どうしてお前が泣いてんだよ。すいません。大丈夫でしょうか。ああ、大丈夫です。久しぶりに殴られたもんで、ちょっと驚きましたが。あなたも謝って。俺が謝る必要なんてねえんだよ。お前はどうしてそんなにこいつに謝るんだ。おかしいだろうがよ。さてはお前、こいつに惚れたな。何バカなこと言ってるのよ。相手は青田の会長さんなのよ。こんなことしたらどうなると思ってるのよ。そんなこと知るかよ。こいつはな、青田の会長だろうとなんだろうと、俺の同級生なんだよ。怯えることなんかあるけ。立場を考えてよ。すいません。他に痛いところはないですか？結構やられちゃって、救急車を呼んだ方がいいかしら。奥さん、大げさですよ。本当に大丈夫ですから。でも、いい加減にしろ、かなえ。大丈夫だって言ってんだから放っておけ。放っておけるはずないじゃないの。なんでだよ。店主の俺が放っておけって言ってんだろうがよ。そんな奴のことなんか心配する必要はねえんだよ。木村は俺から嫁を引き離したいらしく、イライラしながら怒鳴っているが、嫁の方は全く木村など相手にしていない。それどころか俺を起こして椅子に座らせようとしてくれたりと、海外しく世話を焼いてくれているのだ。それを見た木村はさらに逆上した。いい加減にしねえか。お前の亭主は俺だろうが、こっちに来い。そう言って嫁の腕をつかみ自分の方へと引き寄せた。その時だった。嫁の平手が木村の方を打ったのだ。いい加減にするのはあなたよ。あなたは自分が何をしたのか分かってないの。いって、何をそんなに怒ってるんだよ。怒るに決まってるじゃないの。誰かで構わずに殴りつけて、いつになったらその喧嘩癖が治るのよ。いい歳して恥ずかしい。そんなんだからいつまでも幹部になれないんじゃないの。なんだと。俺は幹部になりてえわけじゃねえや。俺は生涯現役と決めてるんだ。いくらおめえでも、俺の生き様にまでは口出しは許さねえぞ。生涯現役なんて格好つけてるけど、幹部にしてもらえないだけでしょ。こんなことしてるんだから、幹部にしてもらえないのも当然よね。何？もう嫌よ。あなたとこれからも夫婦でいるなんて、バカすぎて我慢できない。離婚よ。え？なんで離婚することになるんだよ。言ったでしょ。あなたがバカすぎるからよ。同窓会の席で乱闘騒ぎなんて前代未聞よ。他の人に迷惑だと思わないの？そんなこと俺が知ったことかよ。だから離婚だって言ってるのよ。あなたと結婚したのが間違いだったわ。なんだと？言わせておけば、このクソ女が。木村は逆上し、嫁を殴ろうと手を振り上げた。すると彼女が体を小さくし、逃げることもできないらしく固く目をつぶった。俺はそんな彼女を守るため、彼女と木村の間に入り、振り下ろされた木村の腕を掴んだ。いて、何しやがる。それはこっちのセリフだ。女に手を挙げるなんざ、ヤクザの風上にも置けねえや。ありがとうございます。ふん。やっぱりてめえは、俺の女房に気があるんだな。もう我慢できない。今まであなたのしてきたことに我慢してきたけど、もう無理。何？あなたが私と結婚したがっていた理由、私が知らないと思ってるの。組長の娘と結婚すれば自分も幹部になれる。うまくすれば若頭になって、組長の座にもつけるかもしれない。そう思ったんでしょ。でも父は、娘の婿だからって誰でも幹部にするわけじゃないのよ。組のことを考えて決めてるの。いつまでも幹部になれないからって、何でもかんでも人のせいにして、それでいながらこうやって暴れるじゃないの。そうやって粗暴な態度をとってるから、父はあなたを認めないのよ。
私だっていい加減離婚を考えてなかったわけじゃないわよ。あなたに女がいることだって知ってるんだから。でもヤクザに女はつきものだから黙ってきたんじゃないの。そんな私の苦労も知らずにこんなバカなことをするなんて。うるせえや、どこがバカだってんだよ。青田の組長を殴るなんてバカ以外の何者でもないじゃないの。青田さんがお怒りになったらうちの組なんて簡単に潰されるのよ。そんなこともわからないの。いくら同級生だからってやっていいことじゃないでしょ。組のことを考えていない証拠よ。うるせえうるせえ、ギャーギャーと騒ぐな。騒いでいるのはあなたよ。青田の会長だから何だってんだよ。お前にとっては青田ってだけで大変なことなんだろうけどよ、俺にとっちゃただの同級生なんだよ。65にもなってまだわからないの。世の中ってそんなもんじゃないでしょ。俺に逆らってんじゃねえぞ。俺がこれでいいって言ってるんだ。彼女は怒りを含んだ目を木村に向けていた。木村の方も怒りを含んでいるが、嫁の時に押されているようだ。だがこのまま放置しておけば木村が暴れないとも限らない。そうなればせっかく集まった同窓生が嫌な思いをすることになる。俺はスマホを取り出すと、会場の外で待機している幹部に電話をかけ、すぐに会場に入ってくるように命じた。すると会場のドアが開き、二人の男が入ってきた。会長、いかがいたしましたか。奥さん、あんたは離婚すると言っていたが、本当に離婚するつもりなのかい。それなら俺としちゃ遠慮せずにやらせてもらうがね。はい、本気です。もうこの人にはうんざりなんです。そうかい、わかったよ。おい、その男を田中組へ連れて行け。はい。俺に命じられた二人は木村を両サイドから掴むと会場の外へと連れ出した。だが静かに連れ出されるはずもなく、木村は怒鳴り散らしていた。くそ、何しやがる。話せ話しやがれ。俺を誰だと思ってやがる。田中組の木村康夫だぞ。はあ、全く恥ずかしい。名前を言ったところで誰も知らないのに。青田の会長さん、本当に申し訳ありませんでした。あの人がとんでもないことをして。いや大丈夫ですよ。でもこんな厚かましいお願いをして申し訳ないのですが、どうか組を潰すことだけは勘弁してください。ああ、それはしませんから大丈夫ですよ。心配なら一緒に行きますか。どうせここにいてもあんたは同級生でもないんだし、みんなとも話も合わないでしょう。それにこんなことがあったらみんなの目も痛いだろうし。はい、そうさせてもらいます。木村の嫁のカナエは深々と頭を下げ、お騒がせしまして申し訳ございませんでした。これで失礼いたしますと丁寧に挨拶をすると会場を後にした。どこまでも木村にはもったいない女性だ。田中組事務所に着くと、部下が木村を田中組長の前に放り投げた。すると急にやってきた俺や幹部、木村を見て驚いた田中組長だったが、さらに驚いたのはそこに自分の娘がいたことだった。これは一体何があったんでしょうか。お父さん。カナエが田中組長に駆け寄った。どうしたんだ。今日は安尾の同窓会だったんじゃないのか。そうなんだけど、そこで青田の会長さんにお会いしたんです。ということは安尾と同級生ということか。はい、でも安尾さんが青田の会長さんを殴ってしまって。殴っただと。一体どうして。よくわかりません。私が化粧室に入っている間のことだったので、すいません。安尾、どうして殴ったりしたんだ。こいつが金井に色目を使ったからですよ。色目、青田の会長がか。そうです。そんなバカな。会長さん、それは本当のことでしょうか。そんなことがあるはずないでしょう。若い頃ならいざ知らず、こんな年になって人の嫁に色目を使うほど元気じゃないですよ。そんなのわかるかよ。俺ならこんなにいい女なんだ。黙って見てることなんてできやしねえや。いや、いくらなんでも青田の会長さんがそんなことをするとは思えねえや。年齢とかなんとかそんなものじゃなくてよ、青田さんはしねえよ。なんでそんなことがわかるんですか。
こいつは昔から俺の女を横取りしてきたんすよ。ああ、どうも勘違いというか思い違いをしているらしくてね。ガキの頃に俺が付き合った女がこいつの元カノだったのさ。ああ、なるほど。それはあることですよね。そうなんだが、いくら言っても理解しなくてね。まったくしょうがねえな。その挙句に色目を使ったと難癖つけられて殴られたわけです。なんてことだよ。安尾、この人が青田の会長さんだってことを知りながら、よくもそんなことができたもんだな。青田の会長だろうが何だろうが、そんなのは俺には関係ないっすよ。何せガキの頃からのダチですから。ダチなのか。そうですよ。こいつ何をドヤ顔してるんだ。会長さん、野草とはそういう関係で。いや、全くねえや。ガキの頃も絡みはなかったしな。どうしたらそんな関係だと言い切れるのか、俺には全くわからねえや。ということだぞ、野草。てめえの独りよがりらしいな。そんなことはありませんよ。何にしても、会長さんを殴るなんざ許せることじゃねえぞ。大したことじゃねえって。お父さん、それとね、私離婚することにしたの。そうなのか。はい、もう心底うんざりしたので、離婚することにしました。そうか、こりゃ、組長、俺は離婚なんてする気はありませんよ。なんで別れないとならないんですか。この年まで一緒にやってきたのに。これから老後生活に入るんだ。俺は家内と別れるなんて絶対に嫌だ。だがな、安尾。家内は別れてって言ってるんだよ。俺もお前と家内じゃ釣り合いが取れねえと思ってたんだ。どういうことですか？どういうもこういうもな。こいつがお前と結婚するって言った時は反対もしたもんだが、どうしてもって言うからよ。結婚を許してやったんだが、お前は娘婿なのに、幹部の器でもねえし、いくら何とかしてやりたくてもどうにもならねえじゃねえか。カナエの方がよほど幹部らしいや。そんな。だからいつになったら別れるのかと思ってたのさ。だが60過ぎてやっと離婚を決心してくれたかよ。ちょいと遅すぎたような気がするが、それでも別れないよりはずっといいやな。これで俺も安心してあの世に行けるってもんだ。そんな、俺は別れねえって。絶対にカナエを手放したりはしねえや。女に手を挙げるような男と一緒にいたくはありません。男なら何を言われようと耐えるものでしょう。しかも娘婿なのに間もわきまえず相手も見ずに殴りかかるなんて、これでは安心していられません。なんだよ、そんなことがあったのかよ。はい、私が青田の会長さんが鼻血を出されたので介抱していたら、そんなことはする必要がないと言って腕を引っ張られたんです。我慢ができなくて離婚を宣言したら叩かれそうになりました。そこを会長さんが助けてくださったんです。そうなんですか。会長さんありがとうございます。いやいや、俺も女に手を挙げるっていうのは好かねえからよ。女ってのは可愛がってやるもんだよ。なるほどな。そんなことをするようじゃ離婚は決定だな。そう言うと組長は引き出しから離婚届を出してきた。ほらよ、これにサインしな。なんでこんなものがあるんですか。お前とカナエが別れることが俺の望みだからだよ。いつかこの日が来るのを待ってたのさ。だからこうして持ってたんだ。持っていりゃ現実になるんじゃねえかと思ってよ。確かに現実になったな。そんな、ほらサインしろよ。いくら未練があってもどうにもならねえぞ。くそ。木村は悔しそうに署名するとペンを放り投げた。それを見た組長は嬉しそうにその紙をカナエに渡した。するとカナエはペンを持ち自分の名前を書き込んだ。これで他人ね。やっとすっきりするわ。あなたには愛人がいるんだし困ることもないでしょ。はん。さて離婚が成立したところで今度はこっちの番と行こうか。俺はそう言うと椅子に座った。そうですね。こんなことをしたんだ。ただでは済まないでしょう。ですが、組を潰すというのは、それは考えてないですよ。安心してください。ありがとうございます。カナエさんにも頼まれましたしね。
ただ木村からは何も言われてない。謝罪もなければ組のことを心配している風もない。どこまでも自己中な野郎ですね。はい、その通りです。こんな奴を幹部になんて到底ありえませんよ。そうでしょうね。俺でも同じことを考えますよ。うるせえよ。俺は俺がやりたいようにやるんだ。そうかい。だったら俺も俺がやりたいようにやらせてもらうぜ。あおたの顔を殴ったんだ。安くねえのはわかるよな。くゃ、そんな顔どうってことはねえだろうが。会長とか抜かしたって単なる陰キャの身じゃねえか。陰キャじじいの顔を殴ったからどうだってんだよ。お前、まあお前にはその重みがわからねえんだろうな。だったらわからせてやるさ。その年でもわからねえことは5万とあるはずだしな。知らねえことを知るってのは面白えもんだろうよ。はぁ、ふざけやがる。ところでお前としてはどう落とし前をつけるつもりだ。どう？あ、命でか。それとも金にするか。う、命でも金でも俺としては結果は同じだからな。どっちでも構わねえよ。どっちもお断りだね。なんでてめえの顔を殴っただけで俺が命をかけねえとならねえんだよ。金を払うにしてもそれも嫌だね。てめえの顔を殴ってこっちの拳が汚れたんだ。迷惑料を払ってもらいてえくらいだ。そうかい。どこまでも常識のねえやつだな。おい、ちょいと痛い思いをさせてやりな。はい。俺が幹部にそう言うと、幹部は拳を固め木村の顔面を殴り飛ばした。二人の男から次々に殴られた木村は瞬く間に真っ赤に染まっていき、命乞いを始めた。すまねえ、やめてくれ。俺は年寄りなんだ。こんな若いやつに殴られたら骨が折れる。骨が折れたらそう簡単には治らねえんだ。頼む、やめさせてくれ。やめてほしいなら、どう落とし前をつけるのか、はっきりしてもらえるか。命か金か。俺は毛が短くてな。わかった。言うから、やめてくれ。よし、やめろ。さて、どう落とし前をつけるのか、聞かせてもらおうか。金だ。金を払う。そうかい。いくら出せばいい？100万か。200万か。木村。てめえはどこまでも面白いやつだな。この青田の会長を殴っておいて、そんな安い金で済むと思ってるのかよ。桁がちげえだろうがよ。桁？桁が違うんだよ。100万や200万で済むのは、てめえのような下っ端の話だ。俺の顔は、組の顔なんだよ。そんなに安くちゃ、組のメンツが立たねえだろうがよ。一寸か。それでも足りねえや。2000か。多くだよ、多く。多く？あ、1億だ。そんな。なんだよ、会長の顔を殴ったんだ。それくらい払うのは当然のことだろうがよ。だが、そんな金は。かなえ、助けてくれ。お前なら組長に頼めるだろう。忘れたの？あなたとは離婚したのよ。もう、あなたの尻拭いなんてまっぴらよ。そんな。どうするんだよ。払うのか払わねえのか。払おうにも金がないんだ。借りればいいじゃねえか。こういう時のためにヤクザ専門の金貸しがいるんだろうがよ。連絡してやろうか。電話すりゃすぐに来てくれるだろうよ。頼みます。じゃあ連絡しますね。カナエは笑いながらそう言うと、すぐに清流金融の金田に連絡をした。電話が終わりしばらくすると、組事務所の前に黒塗りの乗用車が止まり、中から60絡みの腰の低い男が出てきた。お待たせいたしました。よう、金田さん。これは青田の会長さん、田中の組長さん、お久しぶりです。おやおや、お嬢さんまで。珍しい顔ぶれですね。確かに珍しいやな。ところで、木村に1億貸してやってくれねえか。その金を青田の会長に渡してくれ。はい、かしこまりました。では送金処理をしております間に、借用書と生命保険の加入申込書にサインをお願いしますよ。金田さん、俺はどこに連れて行かれるんで？1億ですから、カニ漁船あたりがいいんですが、木村さんもお年ですからね。
こいつは人を殴るのが好きらしいぜ。俺も殴られちまったよ。そうですか。それならぴったりの場所がありますよ。サバイバルゲーム会場です。リアルサバイバルゲームか。それならこいつにうってつけだな。好きなだけ暴れられるからな。さようです。周りは敵ばかりですし、逃げることもできませんから、頑張って戦ってください。10年生き残ることができれば、ひとまず元本は返済できますから。一体何年頑張れば金利まで払い終わるんだよ。さあ、何年でしょうかね。では、サインも終わったようですし、参りましょうかね。こうして連れて行かれた木村だったが、年齢的にも生きて戻ってくることはできないだろう。バカな野郎だと、俺は腹の中で笑っていた。さて、こんなことがあり、いくら離婚だと覚悟したカナエでも、さすがに何十年と連れ添ってきた亭主だ。さぞかし辛いだろうと思い、俺は食事に誘うことにした。そこで、カナエの心中を聞いたのだが、連れて行かれたあの人を見て、辛かったかと聞かれます。辛いなんて、あの年でサバゲーに行ったら、どう頑張っても戻ってくることはないでしょうし、逆に安心しました。じゃなかったら、離婚しても付きまとわれたりしたでしょうから。じゃあ、本当に未練がねえかい。ないですね。冷たい女だと思われるでしょうけど、これも必然です。何せ、働きもせずに身勝手なことばかり。それでいながら女癖の悪いこと、どれほど苦しめられたか知りません。今まで離婚せずに来たのだって、ただ離婚しても逆に付きまとわれたりして、怖い思いをするんじゃないかと思ったからです。田中の組長に言えば助けてもらえただろうよ。そうなんですが、親の反対を押し切っての結婚でしたから、さすがに辛いから助けてくれなんて言えませんでした。そう言って明るく笑う彼女は、心底木村という男との別れを喜んでいるように見えた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。